皆さんこんにちは、ホルカです。シャープ64ポケモン SV やってきます。ご視聴よろしくお願いします。さて、すんごい炎タイプ多いなって言うと巨人投げた方がよくねって感じですよね。でラオスも別にテラスで対応できる。にしてみようかな。しょって巨人音にして、ミライドンは投げたい。コライドンいるんだよね、裏に。どうしようかな。どうしようかなって話ですよね。鋼いいの。羽ばたく髪いるんで、まあメタモンかなのが面白そう。まあ勝ちたいけど、まあ負けても楽しみましょう。トムさん対戦よろしくお願いします。口紅おー、コライドンから来る。おー、なるほど。おー、そうですね、飛行なんだな。で炎、まあインファイトとかが怖いのか。まあ、キッチャーのもありだけど変えちゃうのもありかな。でもメタモンだと HP が間に合わないな絶対。いや巨人音でいこう。で飛行テラス切っちゃって鉄壁にしよう。やってみよう。でさてさてですね、おお、トンボ返り、よかった、それはとても。鉄壁詰める。あ、神来る。あ、まあでも飛行になっちゃったんだから、どうしたらいいんだろう。一番いいタックはどれだ。古代活性で速さは速い。であっちは何してくんだろうな。シャドーボーとか打ってくんのかな。フィアリー甘えるとかもあるかな今の方は。一回塩漬けするか。やってみよう。あ、切った。ほう。何でしょうか。あ、フェアリー。なんだろう。怖いな。ムーンフォース。おお。はいはい。ゾウ。じゃあ。こだわってるか、待って、巨人にこうだもんね。じゃあこだわってんのかな。巨人でこれだもんな。メガネ
多分速さじゃないよね、威力をなんかしてるよね。まあ未来ドンは絶対出すのは損なんで、ここであれかな、塩漬けも打ってるし、ここでメタモンかな。ふん、やってみよう。違う技打ってきたらやばいな。変わる。どんぐらいだろうな。うわ、きつ、強っ。てかさ、待って。あ、そっか、ゴーストフェアリーだから、等倍なのか、ダメージ。そうだよね。あ、そっかそっか。あ、そうだよね。そうだよね。でもこっちの方が早いのはでかい。一回守っ、いや違う。こっちがスカーフだから、マジカルフレームってなんだっけ？ああ、特攻下げる。シャドウボー。まあ、ムーンフォか、シャドウボー。まあ、ムーンフォかな。うん、うん。そうしよう。スピードは最強に速い。あー、なるほどね。ラウスクル。テラスは切ったんだから、まあムーフォの方がいいかな。かな。うっ、それがあったそうか、すごいですよね。不意打ちの存在を忘れてるところで不意打ちされるからね。変えた。まあ、強磁気。いや、違う。多分、ミライドン出した方がいい。多分。ステルとか巻かれてないから、教授もまだやれること多分ある。で、ちょっと待って。コライドン裏にいる、テラスティッター、ボルチン、まあ、稲妻ドライブかな。こっちはこっちで切ってるから流星群もありだけどな。一発、まあでも稲妻ドライブかな。無難択、うん、にしよう。うん、だよね、怖いね。そうだから逆に命の玉だし倒せると思う。倒せた。不意打ちって怖えな。テラスの卓はない、だから炎にはならない。そう、流星群、あと速さの問題と外すかどうかな、この 90% を。流星群かな、うん、だな多分。おお、速い。お、当たる。ナイス。よしよしあのジャルジャルのコントであるんですよ、よしっていうね。トムさん、対戦ありがとうございました。
尺もいい感じですね。はい、というわけでシャープ64ポケモン SV、ご視聴ありがとうございました。また。